はい、皆さん、こんにちは。星空の招待席です。ハリウッドからお届けします。ということで、えっ、ー、とね、今週はねあの、ちょっとまた面白い話が出てきたんで、えー、ちょっとね、もう1月もね、だんだん後半の方に入ってきましたけど、お届けしたいと思います。あの、アルデバランの食っていう面白いね、天文現象があったり、ちょっとね、火星の情報でね、面白いのがね、出てきたんですよ。だからそんなことも含めて、ちょっと皆さんとお話しようかなと思ってます。えー、アルデバランの食の日にちなんですけど、 これはね、27日、ええー、まあね、あの、北日本方面で見られるということなんですよ。だから、皆さんね、あの、これ、直接処分ならなくても、ええー、そうだな、あの、時間的に夕方から余韻なんでね、ええー、お医しのアルデバランね、えー、皆さんね、ちょっと見てください。情報もやりますんでね。えっ、ー、と、まあ、あの、ハリウッドもね、あの、日本もちょっと雪とか寒さがあるそうですけど、ハリウッドの方はまだね、それでも15度ぐらい。ええー、ニューヨークとかフロリダは寒いということです。行きましょう。星空の小体席。 えーと地球温暖化、全くないんですよ。これ、まず先言っておくとね、えー。地球はどっちかっていうと寒冷化してる形ですよね。これはあの当然なんですけど、えー、温暖化っていう言い方をすると、どうしても二酸化炭素がいっぱいあるそうなんですけど、これ二酸化炭素っていうのは、えー、空気中にあってガスとして存在するんじゃなくて、水に溶けやすいんですね。だから環境汚染にはなっても、実際にはこれ寒くならないんですよ。だから、ヨーロッパの一部が、あのまあ、いろんなね、あの事情から温暖化であってっていう形で、あの石油資源よりも原発とかそういう他のものを推進したいということから、 まあそういうのが出てるわけで、アメリカはそれる全く、えー、あの認めてません。だから我々も当然あのアメリカに住んでますから、温暖化なんかないんで寒冷化ですねっていうのがあの挨拶になるぐらいのことなんですね。さあそれでは行ってみましょう。 えーとアルデバランの食の話ですけど、27日の夕方から4日、えー、月齢10日の上限次ぎのあ月が大下のアルデバランを隠す抗生食が起こり、えー、東北北部より北の地域で見られるところなんですよ、これ、東北北部なんですよね、えー、と札幌の場合は、アルデバランが月の淵に侵入して隠れるのは18時、えー、57分頃明るいうちから出現するのは、えー、17時45分頃となると、43分かな。潜入と出現のの時刻や月の淵 のどここにに入りすするかは観測場所によって随分違うってこといなんですね、えー、シミュレーションなどで事前によく確かめておこうとこれネットで見ればいろいろあるわけですよ食、えー、とならない地区でもアルデバラン付月やヒアデス星ーダとの大接近が肉眼や双眼鏡で楽しめるとまあ、これね相当大接近しますから面白いと思います はいえー、っとまあねあのアルデバランって明かり星じゃないですかそれでまあ夕刻からなんでねまあ冬場だとまあ夜暗いから、えー、まあ見れると思うんですよだから皆さんね双眼鏡スマホなんかでも写真撮れます,写真撮れますからぜひやってみたらいかがでしょうかええー、僕はあの本、ー、当ね残念ながらあのー、アメリカなんでこれ時間的に合わないんですよねまあしょうがないです夕方の6時ぐらいってことだからどうなんだろううん えと日本時間の夕方の6時ということは、あこっち深夜か、もう月はね、沈んじゃってますね、残念です、はい、そういうことでした、えー、続いてのお話ね、JAXA、えーえー、がイプ,シレンイプシロン3か、えー、3号機で高速小型レーダー衛星、えー、アスナロ 打ち上げ成功ってことですねで日本のねこのね JAXA のロケットって実は相当優秀なんです、簡単に言うと核ミサイル簡単に止める、つ、えー、める、核爆弾をつ、ねえー、めるだけの力があるっていう、もうすごいものなんですよね。で、これが、えーとね、18日木曜日の6時6分11秒に日本時間で、えー、鹿児島の、えー、内之浦ね宇宙、えー、観測船、あのーまあ、宇宙観測所かな、うんうん、高速小型レーダー衛星を、えー、打ち上げたってことなんですね。えっ、ー、と これもあの商業衛星として、ね、使おうという嫌いもありましてえ商業衛星ってどういうことかというと、まあ、要するに、ね、他の国のいろんなそういういものを、ね、あの打ち上げたりあの飛ばしたりするための衛星ですよね。えーまあ、日本はあの商業的にそれが使えるぐらいのすごい衛星です、まあ、実際のことを言うと日本のロケットがいろいろ、ね、あの ISS の国際宇宙ステーションに、えー、物資を運んだりしている事実もあるんですから確かにこれはまあその通りだなという気がしますね。あのぜひ皆さんが、ねえー、もしかしかてあのこういうい、ね、ロケット のこと興味があるんだだったらネットで調べてみてみください実に日本はあのそんな神経なもんじゃないんですよあの昔のね日本のロケットなんてのは本当神経でねどうしようもなかったんですけど今はあの小型ねで安く、えー、宇宙に物をくれるということでこれはまあ、インドネシアとかそういうところがまあ、日本のねそのロケット技術を買ってやろうというあの,あの動きがありますからあの非常にいいと思いますね、えー、まあ、ロケットっていうのはなかなか我々が見る限りはまあ、そのアポロとかあのソユーズとかねか要するにアメリカとか、うん、そういうところがもう 何て言うんですかね、えー。絶対的にね、要するにリードしてる気がします。確かにリードしてるんですけど、日本の技術がないと今はね、もう全然ね、逆にダメなんですよね。あのー、本当に日本の安い、そしてあの安全で、もう成功する、必ずね、えー、その宇宙船っていうか、そういうものを打ち上げられる機能っていうのがどれだけ大事かってことが出てましたね。はい。えー、そんなわけです。さあ、続いての記事行こうかな。これがメインです、今日のね。えー、待ってください。はい、やった。えー 急斜面に噴出した火星の地下水、深さ1メートルのところに存在って、これね、どういう記事でしょうね、要するに、火星に水があると、急激にね、これがね、はっきりしてきたんです。で、僕ね、ずっとこれアンテナ出してるんだけど、火星に水があるかもしれないということは、ずっとね、あのいろんなニュース見てましたけど、ありますと断定したのは、正直言ったスラスシャーで、これが最初じゃないかな。<laughs> ちょっと見てますね。うん そうですね。関連リンクはあるんですけど、マ、まあまあ、ーズオデッセイとかあるんですけど、まあ呼びましょう。火星の急斜面に露出した地下に存在する熱い氷の調査から、えー、氷は表面下わずか1メートルほどの深さから始まって、最大100メートルほどの深さにまで達していることが明らかになったと。氷には過去の気候に関する情報も記録されていると思われるってあります。 で、まあね、これは、あの、基地を読んでいただければ、もういいんですけど、アストラアーチャさんのね。で、えー、っとね、マーズリコナサイエンスオービターっていうね、あの、探査機、NASA の探査機の観測から、水が、えー、露出している急斜面が8カ所3日あったんですよ。い露出してるらすそうですね。えー、っと、どういう露出なんでしょうかね。これね、僕はね、あの、お話を聞いたときに、えぇ、ー、これらの場所は、火星の南北両半球の 度55度から58度要するに結構あの高いところですよね。えー、に位置しているということですね。えー、急斜面の断面に見られる氷は厚さ1、2メートルの氷結した岩石や、えー、塵の層で覆われていると。これまでの火星まあ探査でね、えー、と火星の地下には水の存在がしていることは明らかになっているというう書いてあります。この氷の最上部は、まあ、表面下約10メートルより浅いところにあると考えましたが、実際 正確ななとところは分かってなかっってたんだと今回の発見により、えーえー、水氷ですね氷ですね、えー、を豊富に含む層は地表からほんの 1m のところから始まって深さで最大で 100m にも達していることが明らかになった、えー、これは、えー、氷は昔に、えー、まあ、降った雪が堆積したものだと考えられているがその氷の露出に見つかった急斜面がどのように生成されたかは分かってないとまずこうあります。 はいまずこうあるんですね、はいそれでまああの火星のね、広範囲にわたって地下のねあの浅いところにあのー、氷が存在して、氷とか水ね、えー、水の氷ってことなんですよ、氷っていうのは、かつメタンでも氷になりますね、タイタンなんかにはそういうメタンの氷があるんですけど、えー、本当は可能 H2O のその氷が存在してると、要するに生命、または人間が移住したときに、それを使える氷があるってことなんですよね。えー、飲み水になるとかねまたはそういう <laughs>、はい でこれはね、えーうんあのまあ、これを取って生活に使うことが可能だってことなんですよね。えーまあ、資源としての目的だけじゃなくてその氷を調べることによってあのその火星の,、ね、その気候生成のこととかいろんなことが分かるっていうことなんです。でね、私ね、最後にこれ自分の意見としてこれ言いたいんですけどあの火星ってね、55度から58度って言ってるけどそれ以外にも水があるんですよ。 はっっきり言ってでただ問題なのはえー、っとこの50度から58度っていうのは氷として要するにずっと凍ってる0度以下の土地ただ赤道付近とか暑いところには、えー、火星っていうのはね表面温度が5度ぐらいになる場所もあるんですよねあったかいってこと太陽のねあの要するにあの気温5度札幌よりはあったかいですね。ね、えー、そういうことになるところは水として溶けててもおかしくないとだから逆を言うと地下の川のような状態であっておかしくないんです 今ね、そういうとこまで分かってるんだけど、なんで発表できないんだろうとね。まあ、正確じゃないからっていうかもしれませんけど、えー、我々どう考えたらいいかわかりません。まあ、そういうことも含めてね、えー、これ取れたらいいな、はい。まあ、私たちは見なきゃいけないんじゃないかと思いますね。はい。えー、まあ、火星の話とかいろんな話をしましたけど、えー、今年もね、まあ、いろんな楽しいニュースがいっぱいあるんですよ。えー、隕石中の結晶に液体の水と有機物が、花王物が見つかったとかね、この隕石っていうのはケレスから来てるってことが分かってるとか、えっ、ー、とね、生存 かからの天文学だとかあとあスマホや、えー、月や惑星の撮影ができるということで、アストロアーツ社さん、今年も、ね、いいニュースいっぱい出してくれてます。えー、1月の天文現象もいろいろあるんで、皆さんねこれ見てください。製品情報だとか、あとは、ね、ショップもありますねで。星座のガイドもあります。初心者から、えー、と結構あのコアなマニアまで楽しめる内容ですね、はいえーと。雑誌もいっぱい出てまして、ムック本とかそれ以外にあの、えー、なんとかアプリで、ね、星が楽しめるものがあります。私たたちはあの冬ににに星見に行った時に このアプリを使ってセーと合わせて楽しめましたさあマイク押してみましょうはい、えー、ということで今年もア、えーね、リウッドからお送りしました、えー、また来週どんな記事になるかわかりませんけど楽しくいってみたいと思いますさようならですこの番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました